歪んだ画像にはいくつかの問題点があります例えばテーブルの天板をよく見てみると手前側の方が不自然に引き伸ばされているように感じますまたテーブルの足の方も極端にすぼんでいますこのようにカメラのレンズを 広角側に合わせて撮影したため、広角特有の歪みが生じています。では、adobe photoshop cs6 に搭載された広角レンズ補正機能を利用して、この画像の補正を行ってみましょう。まず、この画像自体に影響が及ばないようにスマートオブジェクトに変換します。フィルター。 スマートフィルター用に変換と進めますレイヤーがスマートオブジェクトに変換されましたスマートオブジェクトに変換することによって非破壊での編集が行えます次にフィルター広角補正と進めます広角補正ダイアログボックスが開きました広角補正ダイアログボックスでは まっすぐに画像を矯正するコンストレイントツールを使って歪んだ画像を補正することができますコンストレイントツールを選択します手前の左右の歪んだテーブルの足に沿ってドラッグしますこのようにテーブルの足をまっすぐに矯正できましたテーブルの天板の手前側をシフトキーを押しながらドラッグします Shift キーを押しながらコンストレイントツールでドラッグすると水平あるいは垂直に矯正できます天板の奥側をコンストレイントツールでドラッグしますさてここでコンストレイントツールに表示されている円に注目してみましょうこちらの円に表示されているポイントをドラッグすることでコンストレイントの角度を変えることができます するとこのようにコンストレイントの角度を変えることができましたこれで天板の奥が沈み込んでいたような印象を減らすことができます右側の足をコンストレイントツールでクリックします同様にコンストレイントのコントロールが表示されましたこちらは左右の足がもう少し平行に見えるように調整してみましょう 画像上のその他の場所も直線となっている箇所をガイドにドラッグしていきますテーブルの天板の左右や柱壁と床の接合面や床の継ぎ目ここではこの程度にしておきますでは OK をクリックします ご覧のような結果になりましたスマートフィルターの表示と非表示を切り替えて見比べてみますこのようにだいぶ自然な状態に仕上がってきたかと思いますなおスマートフィルターの広角補正をダブルクリックすれば再び広角補正ダイアログボックスを開くことができます適用したコンストレイントがそのまま残っていますので さらに調整を加えることもできます。最後に画像を切り抜きます。切り抜きツールを選択します。ハンドルをドラッグして、必要な部分のみに切り抜きます。切り抜きを確定します。なお、 Photoshop CS6 ではスマートオブジェクトに変換を行った画像に切り抜きを行っても切り捨てられた領域が失われていませんこのように再びハンドルをドラッグしてみるとオリジナルの領域がすべて保持されていることがわかりますまたスマートオブジェクトに変換を行っていない場合オプションバーの切り抜いたピクセルを削除にチェックを入れることで 従来のフォトショップに搭載された切り抜き機能と同様に、切り抜いたピクセルは削除されます。以上、Adobe Photoshop CS6 で歪んだ画像をまっすぐに矯正する方法をご紹介しました。